皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は限定フレーバーのゴーゴーマンゴー風味のレビューをしていきたいなと思います。皆さんお待たせしました。夏に新登場したフレーバーなんですけども、かなり再販のご要望の多かったフレーバーになっています。私自身もマンゴー味のプロテインをぜひ出したいなとずっと思っていて、去年実現したフレーバーなので、また今年も皆さんに飲んでいただけるなと思うとすごい嬉しい気持ちでいっぱいです。では早速このゴーゴーマンゴー風味レビューしていきたいと思います。でまずですね、この商品お手元に届いたら一緒にこの赤い袋に入ったスプーンが届きます。このスプーンすり切り1杯が1食分になります。お水の量なんですけども、だいたい 150ml から 300ml の間で飲んでみてください。私は 200ml で飲むのが好きなので、今回 200ml で飲みたいと思います。ちなみにこの新しいシェイカーゲットされましたか？ぜひチェックしてくださいね。で粉の状態なんですけども、色自体はいつものプロテインとそんなに差ないですかね。こう乳白色でなんですけど、開けた瞬間からこう南国の香りがしています。すっごいフルーティーな。はい、早速飲んでいきたいと思います。はい、溶けました。はい、泡立ちもないです。色も溶かしてもあまりこう普段のプロテインとは変わらないかなという感じですね。ちょっと黄色みがかってるかなという感じです。では早速飲んでいきます。はい、いただきます。いやもう美味しいですね。マンゴー好きにとってはたまらないこのトロピカル感で、何に似てるかと言いますと、分かる人に分かると思うんですが、カレー屋さんに行った時に飲むマンゴーラッシー、分かりますかね。私絶対もカレー屋さん行ったらマンゴーラッシー飲むんですけど、その味に近いですね。なので私大好きな味です。大丈夫です。はい、ごちそうさまでした。飲んだ感想なんですけども、本当にマンゴー好きの方には満足していただけるような、マンゴー特有の濃厚な味わいあると思うんですけども、それがしっかり再現されてて、プロテインでこんなにマンゴー味感じられるんだって思うぐらいフルーティーでとっても美味しかったです。酸味と甘みのバランスは、酸味はそんなにないんですけど、甘すぎてこうくどいっていう感じもなくて、程よくこうフルーティーな甘さがあるんですけど、さっぱり飲めるので、運動後であっても朝ごはんの時でもどのシーンでも美味しく飲める味かなと思います。プレーンヨーグルトにプロテイン混ぜてよく食べるんですけど、その食べ方してもめちゃくちゃ美味しいんじゃないかなと思います。で、気になる栄養成分なんですが、1食あたりエネルギーが112.4kcal、 タンパク質が 20.4g、 脂質が 1.8g、 炭水化物が 4.0g、 食塩相当量が 0.1g、 ビタミン C が 42.1mg で、ビタミン B6 が 1.5mg となっています。このエネルギー量でこの濃厚なマンゴー味が楽しめるのはすごい私自身も嬉しいなと思います。で、こちらの商品なんですが、数量限定商品となっておりますので、この動画を見て気になったよっていう方は下の概要欄からぜひ今すぐチェックしてください。では本日はゴーゴーマンゴー風味のレビューさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。